こんにちは。今回は平面図形の面積に関する問題です。問題の内容を確認しておきます。図のように30度、30度、120度の二等辺三角形。これを折り曲げて作った五角形。この面積は元の二等辺三角形ですね。これの面積の何倍になっていますか？こういう問題です。それでは今から問題を流します。問題を解きしたらその時点で動画を止めて考えてみてください。じゃあ解いていきます。この年の図形の問題ってなんか似たような図形ばっかし出てくるような問題が多いですね。これも30度の直角三角形が出てきています。これ折り曲げたものだから、こことここの三角形ってのは合同です。だから、こことここの角度が等しいっていうことは、ここ90度ですね。さらにここが60度。これを折り曲げたものだから、ここが30度。もともとここ120度だったんだから、ここ90度。さらに、これ折り曲げてますよね。これこっちと一緒です。折り曲げたものだから合同なんで、ここが90度、ここが30度。そして、ここが60度。もちろん、こっち側も60度ですね。ってことは、ここ60度なんで、この三角形とこの三角形、これ全く一緒です。これとこれが全く一緒で、これとこれが全く一緒ですね。ということは、元の二等辺三角形っていうのは、これが2つ。これが3つ。こういう図形ですし、五角形っていうのはこれが1つ、これが2つですね。こういう図形になっています。だから、これとこれの面積の比ですね。これが分かれば、五角形っていうのは全体のどれだけかっていうのが分かります。じゃあ、これとこれ比べたいです。角度を調べてみると、これ30、60、90度の直角三角形ですね。これも30、60、90度の直角三角形なんです。形自体は一緒です。じゃあ、これとこれの面積比どうなってるか。これだけちょっと抜き出した図ですね。これ書いてみます。そのまま、こことここっていうのが地面に対して平行になるような図を持ってきました。30、60、90度の直角三角形ですね。こちらも30、60、90度の直角三角形です。こっちの方が大きいなっていうことわかりますね。大きさ比べるために、これをそのままこの中に30度、30度が揃うように入れて書いてみると、こういう風になりますね。ここにも30、60、90度の直角三角形が出てきました。この30、60、90度の三角形っていうのは、この問題の一つ前の問題ですね。ここにも出てきました。30度問題の直角三角形といって、受験算数では非常に有名な直角三角形ですね。念のために確認しておきますね。こういう風に正三角形があったとき、もちろん三辺の長さ等しいですね。角度はすべて60度です。この正三角形を頂点から底辺に向けて垂線に引いて、2つの直角三角形に分けます。そうすると、ここでできた直角三角形が30度、60度、90度ですね。こういう直角三角形になります。そうすると、辺の長さの関係ですね。三角形の高さ、正三角形の高さは分からないですけれども、ここの長さと、ここからここまでが一緒なんですね。っていうことは、ここの長さ、これ10とすると、10、10だから20。こういう風に、一番長い辺と一番短い辺ですね。これが2対1になっている。こういう三角形です。この三角形も、この三角形も、この三角形も、これ全部同じ関係になっていますね。ここの長さっていうのを、10とすると、ここの長さは20になります。高さはわかりません。じゃあ今これわかった上で、これだけで見るんじゃなくて、これとこれを合わせた三角形ですね。これで考えてください。ここ20とすると、ここからここまでの長さ。この三角形っていうのは、これをこうひっくり返したような図ですよね。っていうことは、ここ20に対して、ここからここまで40です。ここ30になるわけですね。ってことは、これとこれの面積比。高さが等しくて底辺が3対1だから、これとこれの面積比は3対1になります。ってことは、これ3ですね。これとこれ合わせて4になります。さあ、元の図形に戻ってみると、ここが4、ここが4、ここが4、ここが3、ここが3ですね。元の二等辺三角形の面積っていうのは12と6足して18です。それに対して五角形の面積ですね。これ3、4、4で足して11ですね。聞いてるのは、この五角形の面積、11は全体18の何倍ですか？こういう風に聞いてるんですから、答え18分の11倍。こういう風に答えてもらえれば大丈夫ですね。はい、今回は以上です。よろしければコメント、高評価お願いします。